ノーマンガール・オーガスティンはアメリカの航空宇宙実業家である。1975年から1977年にかけてはアメリカ陸軍次官を務めた。また、ロッキード・マーティン社の会長兼 CEO を務めた。さらに、アメリカ有人宇宙飛行計画再評価委員会の議長にも選出された。コロラド州で育ったオーガスティンはプリンストン大学に入学し、 極めて優秀な成績で、航空工学の理学士を取得、その後、工学修士を取得した。また、優等生協会である、ファイ・ベータ・カッパ、タウ・ベータ・パイ及びシグマ・サイに選出されていた。1958年、カリフォルニア州のダグラス・ヤクラフト社に就職し、リサーチエンジニア、プログラムマネージャー及びチーフエンジニアとして勤務した。1965年以降は、 国防長官府で国防研究技術局長補佐官として勤務した。1970年には LTV ミサイルスペースカンパニーに就職し、先進プログラム及びマーケティング担当副社長として勤務した。1973年陸軍次官補として政府に復職し、1975年に陸軍次官、その後陸軍長官代理に就任した。 1977年にマーティン・マリエッタ社のテクニカル・オペレーション担当副社長に就任し、社長兼 COO を務めた後、1987年には CEO、1988年には会長に選任された。1990年、オーガスティン委員会として知られるアメリカ宇宙プログラムの将来に関する諮問委員会の議長を務めた。 1995年に創設されたロッキード・マーティン社の社長に就任し、その年の後半には CEO に就任した。1997年にロッキード・マーティン社の会長兼 CEO を退任したオーガスティンは、1999年までプリンストン大学で非常勤講師として勤務した。1999年、先進技術への投資により、 アメリカの情報機関を支援するため、CIA が出資したベンチャー投資会社である、インキューテル社の創設を援助した。オーガスティンは、アメリカ赤十字社の会長兼幹部を9年間、務めたほか、全米技術アカデミーの会長、米陸軍協会の議長兼会長、航空宇宙工業会の会長及び、国防科学委員会の議長も務めた。また、アメリカ航空宇宙学会及び、 ボーイスカウトアメリカ連盟の会長でもあった。さらに、この子フィリップス社、ブラックデッカー社、ブロクターギャンブル社及びロッキード・マーティン社の取締役会、並びにコロニアル・ウィリアムズバーグの評議委員会の一員でもあった。現在はメリーランド大学システムの理事及びジョンズ・ホップキンズ大学の名誉評議員であり、プリンストン及び MIT の評議委員会の 元会員の立場にある。アメリカ合衆国国土安全保障省の諮問委員会の一員であるオーガスティンは、かつて国家安全保障に関するハートルドマン委員会の一員であり、科学技術諮問委員会に16年間にわたって在籍していた。また、国家安全保障改革プロジェクトの推進チームの一員である。さらに、アメリカ哲学協会。 アメリカ芸術科学アカデミー及びエクスプローラーズクラブの一員でもある。2000年12月に設置され V-22 オスプレイでの事故の発生を背景としてその計画を継続すべきか否かについて検討した V-22 計画検討委員会というブルーリボン委員会の一員でもあった。2009年5月、オーガスティンは 月や火星などの探索に関する NASA の計画を再検討するために設立されたアメリカ有人宇宙飛行計画再検討委員会の議長に指名された。2011年には南極でのアメリカの活動を評価するアメリカ南極プログラムに関するブルーリボン委員会の議長に指名された。2011年7月にはアメリカ輸送部門に対する原油の独占を 検証させることを目的とし、イヤグスが出資するアメリカエネルギー安全保障委員会の一員となった。現在はアメリカ海外メディア諮問委員会、ファインマンスクール諮問委員会及びコードオブサポート、基金諮問委員会で委員を務めている。オーガスティンはアメリカ合衆国大統領からアメリカ国家技術賞、統合参謀長から主君公共法師賞を授与されている。また、 軍人以外の者に対する国防総省の最高の勲章である主君文官法師賞を5回受賞している。国防改革及びシェイクスピア・イン・チャージの共著者であり、オーガスティンの法則及びオーガスティンの旅行の著者である。34の名誉学位を取得し、フーズフーインアメリカ及びアメリカ議会図書館により、フーズフーの50周年を記念した50人の偉大な アメリカ人の一人に選ばれた。130カ国以上の国々を旅行し、北極と南極の両方に行ったことがある。オーガスティンの法則第16、西暦2054年には国防予算の全額をはたいても、たった一機の飛行機しか買えない。のプロット図。ありがとうございます。